これは、久しぶりに夢を見た。その夢の内容は、誰か、翼の生えた誰かが、空から落ちるというものだった。あれ？いつの間に寝てたんだろ？というか、今の夢、何だったんだろ？天使？夢だとはいえ、脈絡も何もなさすぎじゃないか？そんなことを考え、俺は伸びをすると、タイミングよく俺が降りる駅に着く。電車を降り、駅を出ると、どこか懐かしさもありながら、昔とは変わった街並みが広がっていた。ん？ 3 年も経つと、そら色々変わるか。俺は2年間父親の仕事についていく形で、この街から離れていた。父さんの仕事が落ち着いたのと、俺の高校入学のタイミングで、今日、帰ってきた。少し迷いながら家へと向かっていると、久しぶりに幼馴染にばったり会った。あ、おーい、久し。俺がそう声をかけると、向こうも俺に気づいたらしく、どこかに逃げるように言ってしまった。あれ？俺何かし、心当たりあるっちゃあるな。さすがに謝らないとだし、追いかけるか。そんなことを考え、俺は謝るために逃げた幼馴染の後を追う。はぁ？はぁ？やっと追いついた、どうか。怒ってるならごめん。3年間連絡しなくて。私が？怒ってる？千秋くんに？だって、俺連絡するって10日と約束したのに、全くしなかったから。私、千秋くんの携帯が壊れたと思ってたけど、もしかして違った？向こうで彼女でもできてたの？全然。引っ越して数日で携帯壊れて、連絡できなかった。あはは。そういう言い訳って捉えられそうなことを言わないあたり、千秋くんは本当に変わらないね。いや、携帯が壊れたのは事故だとしても、前もってバックアップとか、10日の携帯番号紙に書いて残すとかしなかった俺が悪いし。まあまあ、久しぶりに会ったんだから、こんな話はここで終わり。久しぶり、千秋くん。ただいま、10日。そういえば10日、なんで俺が最初に声かけた時逃げたの？だって、久しぶりすぎてどんな顔して会えばいいかわからなくて、前もって帰ってくるって知ってたら、それなりの覚悟とか準備してたけど、本当に急に帰ってきたから。でもまあ、本当に帰ってきてくれたんだね、千秋くん。だって、約束したから、いつになっても必ず帰ってくるって。それに、もう一つの約束も守りたかったから。あ、千秋くんが帰ってきたら、私たち付き合うって約束だよね。そう。でも、さすがに10日に今恋人がいれば引き下がるけど。恋人は、いないかな。千秋くんがいない間に新しくできた友達もいなかったから。え？俺がいた時はクラスの中心だった10日が？うん。千秋くんがいなくて寂しかったのか、中学ではなんかうまくいかなくて、だから。高校でまた千秋くんと一緒になれて嬉しいよ。この辺高校一つしかないから、あそこに通うんだよね。うん。朝から電車でって俺は無理だから。あはは。朝弱いのも変わらないんだ。なんなら悪化してるくらいだよ。それは大変だね。学校が始まったら私が朝起こしてあげようか？ありがたいけど。10日の負担にならない？うん。私朝には強いから。なら、お願いしようかな。それはそうとして、千秋くんって今日帰ってきたの？ついさっき帰ってきて、家に向かう途中で10日を見つけた感じ。そうだったんだ。なら、まだお家には帰ってないんだ。多分今、父さんが見ほどきしてると思う。まあ、家具とかは前使ってたまんま残してたから、そこまでの荷物はないけど。ん？前千秋くんが住んでいた家に、そのまま帰ってきた感じ？そうそう。だから、また10日の家のお隣。そうなんだ。じゃあ、久しぶりに一緒に帰ろっか。そんな会話をし、俺と10日は、久しぶりに一緒にキロをたどる。ただいま。やっと帰ってきた。どこで油売ってたんだ、千秋。で、久しぶり。10日ちゃん。はい、お久しぶりです。京屋さん。10日ちゃんと会ってたら、そら帰るのが遅れるか。俺の荷物は部屋？ああ、さっさと荷ほどきしておけよ。わかった。あ、じゃあ、私も手伝ってきます。うん。それから10日に手伝ってもらい荷ほどきが終わり、休憩がてら会話をしていた。ねえねえ千秋くん。千秋くんのお母さんは？まだ帰ってきてないの？あ、そっか。まだ話してなかったっけ、母さんは。俺が中1の時に亡くなったんだ。そうだったんだ。ごめんね、聞いちゃって。うん、大丈夫。もう心の整理はついてるから、なんとも言えない空気が流れ。別の話をしようと思い、外していた視線を10日に戻すと。ねえ、10日？それ何？え、いや、違う。
これは、そういとうかは隠そうとしようとしているが、結構大きな翼や後輪は隠しきれてなかった。天使の、翼？後輪？違うの。これは、なんていうか、もしかして話しづらいこと？うん。今はちょっと話しづらい。なら、無理には聞かないけど、コスプレとかでは、ないんだよね。うん。本物ではあるかな。翼触ってみる？触るなら優しくお願いね。その、翼は、敏感だから。俺は10日の言葉を受け、恐る恐る羽に触れる。痛くない？痛くはないけど、少しくすぐったいかな。10日の翼はなんというか、とても触り心地が良かった。ずっと触っていたいくらいに。ありがとう。触らせてくれて。私こそごめんね。こんな大事なこと隠してて。いや、気にしないでいいよ。10日には隠さないといけない事情もあっただろうし、隠し事があるくらいで、俺と10日の仲が変わるわけでもないんだからさ。優しいね、千秋くんは。これに関してはそんなこともないと思うけど。まあ、10日が天使って言われても納得するっちゃするし、10日って昔っから、どことなくいい意味で浮世離れしてたっていうか、昔っから綺麗だったから。もう、褒めたって何もしないよ。で、後輪と翼なくなってる。あ、本当だ。普段うまく隠せてるのに。なんで千秋くんとだと隠すの失敗したんだろ。さあ、俺にもわかんない。それから数週間後、俺と10日は無事高校生になった。同じクラスになれてよかったね、千秋くん。10日と同じクラスになれたのは嬉しいんだけど、容易に授業をサボれなくなったような気もして。ああ、もしかして千秋くん、中学の時は授業サボってたの？ノーコメントで。はい、ダウト。千秋くんは嘘つくとき決まって視線を右下にそらすから。まあ、結構サボってたかな。寝て、授業の妨げになるのもあれかと思って。この後説明会的なのだけなら、俺はお昼寝スポット探しに行きたいくらいだし。あれだね。朝弱いってレベルじゃなくなってるね。ずっと眠たいんだ。成長期だからかな。わかんない。そんな話をしていると、担任教師が教室に入ってきて、俺と10日は互いの席に着席する。その日の帰り、俺と10日はいろいろと話をしていたり、夜ご飯の買い出しをしていたら、時間は夕方になっていた。もうすっかり夕方だねー。本当に。楽しい時間はあっという間だなぁ。楽しいって思ってもらえてて俺もよかったよ。そういえばさ、千秋くん。千秋くん帰ってきた時に言ってたけど、私と、その、恋人に、なりたい？いきなりだな。まあ、そういう約束だったし、俺は昔も今も10日のこと好きだから、できれば付き合いたいかな。付き合うってあれだよね。いろんなことするんだよね。キスとか、その、肉体的な接触とか。遠回しに言ってるがゆえに逆に生々しくなってる。まあ、するんじゃないかな。すぐじゃないにしろ、そのうち。いや、本当にちょっとだけ待って、ちょっとだけ考えさせて。ああ、それはいいんだけど、大丈夫？翼とか見えちゃってるけど。え？全然大丈夫ない。千秋くんお願い隠して。とりあえずその路地入ろ。はあ？はあ？ごめんねー。なんだか、千秋くんと一緒にいると勝手に見えるようになっちゃって。それはいいんだけど、今までは大丈夫だったの？今まではなんともなかったんだけど、千秋くんと一緒にいると、その、ドキドキして、うまく隠せなくなるみたいで。じゃあしばらくまた離れる？やだ、それはそれでやだ。ごめん、今のは意地悪した。俺もまた10日と離れ離れになるのは嫌だから。とりあえず、落ち着けばまた翼とか後輪隠せるから。それまで、ここに一緒にいて。わかった。そうして俺と10日は、しばらく誰にも見つからないよう、手をつなぎ、路地裏で隠れていた。